釣ってみせましょう。あ、いますね。久しぶりですね、ジローさん。ジローちゃん、久しぶりだな。久しぶりです。久々。いや、キス、やっと来れたね。去年も2回か3回か行ってましたよね。そう。急すぎて、いつも。そうだよ。そのくせ来いって言うのが、俺、来ようとしてるんだから。そうだね。はい。ということで今日は、京都府舞鶴のアルカディア2さんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、今日は何を釣らしてくれるんでしょうか。フグすごいね、今日こんな真面目なオープニング撮ってるとか超久々なんだけど。そうだ、そうそう、もう超適当だからさ、いつも。はい、まあなんか久々なんで、もう釣りじゃなくてね、おしゃべりだけで一日が終わってしまいそうですが、はい、なんとかね、いいタイが食えたらいいんですけどね。いい方って言いますよ。いやーすっげーハンドキなんかついてそうだね。まあまあ安心して、まだ糸も通ってないんで、はい、のんびりやっていきたいと思います。はい、頑張りましょう。はい、お願いします。今年ハチマル出た？何枚か出てますよ。いいなー、まだ一匹も釣ってない、今年こんだけ大釣りしてんのに。ハチマル1日で703枚釣ったり、一番ひどかったら77と78釣った日やね。どっちか80にして、どっちか60でいいよって本気で思った。1センチ2センチの壁がね。そう、来た。あ、ナイスガシ。おー、ナイスナイス。みんな当たりもないもんな。だってさ、魚がおらんってことはないわけじゃん、絶対。そうそうそう、絶対おるわけ。おるけど食わない。なんで食っちゃろうね。不思議でしたね。最近はだからね、そのゲストも少ないんですよね。敦賀の方はさ、もう敦賀じゃなくて、もうまた三国川の方に魚が戻ったらしいっちゃね。何なんだろうね、そういう移動の原因がよく分からんよね。ベイトについていってるわけじゃないですか。分からんけど、まあ多分敦賀にいた理由はホタルイカなんだけど、まあまあ、多分それが減ったっていうのはあるかもしれないけどね。レンコが釣れた。レンコが釣れた。ナイスー。もう坊主回避ですね。そこから20ですね、あと。もう騙されない。ワンタッチあったの？ワンタッチ。マジ？ワンタッチは下であったの、上の方だの。ここから10ぐらいですね。ガツくぐらい釣れんな。頑張りましょう皆さん。一番辛いのはきっと船長だから。そうなんかいい、でもなんかいいよね、京ヶ岬ってロマンがあるよね。ロマンしかないですけどね。去年なんかさ、釣り来たさ、淵上の弟と、死刑で出れんかったさ、なぜか二人で京ヶ岬の灯台までデートしたからね。そうワンタッチばっかりね。ワンタッチあったの？ワンタッチあった。ちょっとなんで当たってる、当たってる。お、当たる当たる。お、かけた、ね、94メーターでした。なんやろうか、ムグちゃん。いや嬉しいね、なんでも嬉しいね。いや、釣り楽しいね。ご機嫌だぜ。あ、かいちゃう、ちっちゃい鯛に。これはフグ濃厚だね。レンディレンコやりました。レンコレンコです、レンコです、レンコです。いやいやいや、単語一匹目レンコです。よしよし、坊主なくなった。レンコならレンコが全員に連れてほしいよね。あんなが一匹でいるわけねえんだからさ。まあジョーちゃんと俺の声が一緒なんだ。え、俺がガタガタしてるやろ今。イエーイ。お、これは女だね。ガシラでしょ。ガシラかな。あ、抜いた。抜いた。抜いた。なんかやっぱ綺麗。フグやないかよ、お前綺麗。嬉しいな。ヒジロちゃん、分かっと分かっと。大丈夫よ、そのうち釣れるさ。はい、どうぞ。101メーターですね。この辺の方がタイっぽい感度がありますね。お、
に抜いた。おお、やった、ヒッツ単語でもブレーディングでした。いや、僕らの流行りの言葉ですから、ブレーディング。お、なんだ、ほら、やったー、おいー、やりー、やりました、ブレーディング。写真撮ろうよ。いやー、ブレーディング、ブレーディングだな、見たからにはブレーディングですね。Okay. やりやったぜ、ブレーディング。ふざけて色使ってっからいいんだろうな。クリガサゴ、オッケー。うっかり絶対いますよ、いっぱい。一匹でいないから。あいつの奥さんを見つけてあげて。まあ、旦那かもしらんけど。あの、寝魚系当たるじゃないですか。かかんないじゃないですか。はい、すぐ落とすんですよ。また食いますよ。お、うっかり多分。大きい、いや、ちっこい。がっかり。大きいとびっくりかさ。ちっちゃいとがっかり。深田に失礼だわ。そしてそれはびっかりです。あ、びっかりだ。さっきのは。あれはまあびっくりとがっかり。だから中間だぐらい。じゃあうっかりだね。がっかりだ。がっかりか。がっかり。これびっくりじゃない。びっくり。もう。餌や俺また。いや、これ餌かも。だって引くもん、変に。てかでかー。やば、でかー。ちょっと。ちょっと。ほんまにがっかり。いや、でもなんか途中で引くけん、なんだろう、しっかりだったら引かんべ。いや、大きいやつはたまに引きますよ。このジグ、すげえな、目魚でやっぱ最強だな。お、まあまあ、おー、これはびっくりじゃん。これはびっくりやね。これ抜ける。うわー、これびっくり。うわー、これびっくり。これびっくり。いやー、やったぜ、これ。え、これだいぶびっくりだね。もっとびっくりますわ。マジ50、やばー、50の俺もびっくり。ブレードすげえな、ブレードブレードすげえな。お、来ましたか。来ました、ふっかり祭り。おおおおお、みんな来た、みんな来た。ばっかりだ。ちょっとかわいいね、ほんとに。あれ、これはマシや、おまもや。おお、でっかー、ナイスナイス。マンションだね。ほんまにマンション。すごい。ナイス、おめでとうございます。でっか。ちょっと。ちょっと。がっかりまで言わんけど、がっかりかな。ナイス。おお、どっさりだ。ナイス。でっか。いやー、でっか。ナイス。うっかりー。お、あ、ハゼだ。抜いたの。ここや。ねえ、住居に何人ぐらい降りちゃう。タワマンだよ、タワマン。うい、やった、オッケー。やりー、どっさりー。
かりだったりびっくり。食わないかんのよ。そうやね。そう。普通はね。本当は。ジュウちゃん、すげえ鳥がさ、固まってきた。で、これがそこでみんなで休んどる。いやー、ちょっと一匹鯛釣りたいですね。また鯛欲しいですね。誰か釣ろう。全然仕掛けが前に出なくなったよね。ねえ。皆さん、暗くなりすぎですよ。釣りは楽しく。今日休日ですから、皆さん。ニコ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 巻いてくださいね。起きた。もうタイじゃない。ちょっと慎重にしてよ、慎重に。いる？抜いた？いや、いいよ、テンション上がった。マジで？フォールだった、フォール。糸を立てた方がいいか、出した方がいいかわからん、ね、当たりがダサすぎて。それが分かればね、もうちょっと釣りが具体的に変わるんだけど。だ上で本当に当たってたら立てた方がいいさ、全部ね。そうそうね。本当当たらんで、ね、やったやった。なんだろう、入ったこれ。久々にガチでスピニングでやってますよ。最近あんま見なくて。そうやね。浅いとこはねやりますけど、ディープのスピニング全然やってなかったから。久々だわ、こんな熱くなってんの。いやもうこのラス流しってったらめっちゃかっこいいからね、知らんけど。はあ。何も当たらんもんだよね。ハグでもいいんだよ別に。盛り上がれば。今日うっかり釣りでしたよね。うっかり便。今日うっかり便だったんで、とりあえず全員安打したんでね、下道の鯛が釣れなかったっていうだけですもんね。じゃあ仕方ないよね、下道だから。本命のうっかりは全員釣れたんでね。情けない。入った。惨敗。もういいや、諦めた。終わり終わり、もう。今日は終わり。惨敗。くそ。いやー参ったなー今日は。袋オーバーやな。やばいなー、うっかり瓶すごいね。狙ってうっかり瓶だもんね今日ね。はい、ということでした。はい、ありがとうございました。
ね、ちゃんと赤い魚釣れてますね。てかなんで今日青菜とかも全然やもんね。なんか不思議だね。ひどいもんでした。はい、いいよ、また来るよ。てかまあ大体センちゃんなんかこんなもんなんだよ。俺釣れないとムカつくからさ、ド M だからまた来ちゃうんだよね。来てくださいよ、ワントワント。ちくしょう。よし、うっかり勉強は楽しかったです。ありがとうございました。